刀坂康氏は、日本の薬学者。学位は博士。静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師。国立がんセンター研究処理サーチレジデント、静岡県立大学薬学部助教などを歴任した。1980年5月に生まれた。静岡県が設置、運営する静岡県立大学に進学し、薬学部の製薬学科にて学んだ。 2003年3月、静岡県立大学を卒業した。そのまま、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。2005年3月、静岡県立大学の大学院における博士前期、課程を修了し、2008年3月には、博士後期課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。大学院修了後は、 厚生労働省の施設等機関である国立がんセンターに採用されることになり2008年4月より研究所のリサーチレジデントとなった2010年4月県と同盟の公立大学法人により設置運営される静岡県立大学に採用され薬学部の助教となった2014年6月静岡県立大学の薬学部にて講師に承認した 薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、分子病態学分野を受け持った。また、静岡県立大学の大学院においても、薬学研究院の講師を兼務することになった。なお、静岡県立大学の大学院では2012年に、研究院、学府制が導入されることになり、薬学研究科と生活健康科学研究科が、統合、再編され、 新たに薬学研究院、食品栄養環境科学研究院、薬食生命科学総合学府が設置された。そのため、大学院では薬食生命科学総合学府の講義を担当し、分子病態学研究室を受け持った。専門は薬学であるが、分子細胞生物学や生科学といった分野の研究に従事した。具体的には、心不全における 心筋細胞の核内情報伝達のメカニズムについて研究していた。学術団体としては、日本薬学会、日本分子生物学会、日本がん学会などに所属した。製薬監修、ありがとうございます。